週の2021年明けましておめでとうございます2021年1月1日になりましたリビングライフの時間ですこの新しい年も神様の言葉によって神様と共に歩んでまいりましょう今日お話しさせていただきます日本フリーメソジスト桜井聖愛教会の牧師の大沢啓太と申します 今日も神様のお言葉を聖書から共に分かち合ってまいりたいと思います今日の聖書箇所はヨハネの手紙第1 1章1節から10節まで主題は神との交わりが人生の目的ですこのところから今日のまたこの年の神様の語りかけをお聞きしてまいりましょう ヨハネの手紙第一一章一節から十節はじめからあったもの私たちが聞いたもの自分の目で見たものじっと見つめ自分の手で触ったものすなわち命の言葉についてこの命が現れました未知事と共にあり 私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えますあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです私たちの交わりとは未知乳また美香 イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが、 神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんもし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち御子イエスの血がすべての罪から 私たちを清めてくださいますもし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し 私たちを全ての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。 このヨハネの手紙を書いたのはイエス様の弟子の一人でもあったヨハネで新約聖書のヨハネによる福音書を書いたのと同じ人物ですこのヨハネは晩年をエペソという町で過ごしたというふうに言われていますおそらくこの手紙は使徒ヨハネがエペソの教会やあるいはその周辺地域の教会に書き送った手紙であろうと思われます このヨハネの手紙をより深く味わい知ることができるように手紙が書かれるようになった背景的な部分を最初に少しお話しさせていただこうかなと思います。この手紙が書かれた頃キリスト教会を動揺させていたある一つの異なる教えがありました。 後にグノーシス教あるいはグノノーーシシスス教教あるるいいいは主義とううううふうに言われるそういう教えですこの手紙は初代教会のクリスチャンたちがそういった異なる教えに惑わされることがないようにヨハネが書き送ったそういう手紙であるそういうふうに考えられます。 このヨハネの第1の手紙に関係するところでグノーシス主義の者たちが教えていたことというのを2つここでは挙げておきたいと思います。一つのこということですね。すなわちクリスチャンたちがイエスと呼んでいたあのイエスというのは神ではない。 あの十字架にかかったイエスも何の変哲もないただの人だったんだ神が肉体を持ってこの地上に来るということはありえないんだということでしたもう一つは「霊なる神様は清いけれども肉体を持っている人間は汚れているのであってその人間が清くなることはないんだ」ということですね。 だから宗教的な儀式さえ守っていればどれだけ罪を犯しても別に構わないんだ、まあ、肉体というのはそういうものなんだというふうに教えていたわけです。つまり罪深い生活を推奨すするようなそういう教えだったわけですね。ヨハネはこの手紙の書き出しの部分からその2つのことに対する明確な「脳」を突きつけています。 今日の聖書箇所1章の1節から10節までの部分を2つのブロックに分けて見ていくことにしたいと思います1つ目のブロックは1節から4節までの部分ですここにはイエス・キリストに関する宣言的証言が記されています1節の部分を見てみたいと思いますが初めからあったもの私たちが聞いたもの自分の目で見たもの じっっと見つめ自分のの手で触ったものすなわち命の言葉についてというふうに記されていますここでの命の言葉というのはイエス・キリストご自身のことですねこのヨハネはイエス様の弟子でもありましたからイエス様と神職を共にしていたわけですそういうイエス様のことを私たちが聞いたもの自分の目で見たもの じっと見つめ自分の手で触ったものというふうに表現していますつまり私が一緒に過ごしていたあの方ということですねそしてそのあのイエスは私が一緒に過ごしていたあのイエスは初めからあったものなんだというふうに語っていますこの天地創造の時から最初からおられた神ご自身なんだ あのイエスこそが神なんだとここでははっきり語っているわけですね。そしてこの4節のところではどうしてもこのことを語らずにはおられないあなた方にあなた方が神様とキリストとの交わりに生きることができる。 そういうものになるために語らずにはおられないんだということをまあ語っていますねそしてそのこ,とこのことによってあなたのおうちの喜びが満ち溢れるようにと書くわけです二つ目のブロックは五節から十節までの部分ですここには神との交わりを持って生きるとはどういうことかということが書かれています 5節から10節までの部分ですね5節6節を少し見てみたいと思います私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は神は光であり神には闇が全くないということですもし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんここではヨハネが この罪に放縦する生き方というものを明確に退けています。惑わす者たちは宗教的な儀式を守ってさえいれば、生活の中に罪があっても構わないんだというふうに教えていました。しかし、神は光なんだ。神様は光なんだ光である。神様と交わりを持って生きると言いながら生きていると言いながら、その生活の中に闇があるのは。 闇の中を歩んでいるような生き方になっているというのは、どういうことなんだと、まあ、厳しく突きつけるわけですね。さらに七節のところでは、もし私たちが神の光の中に、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますと書かれています。 この肉は汚れているのであって清くなることはないんだと教えていたそういうまあ人々がいたわけですがそういうまあ教えに対してヨハネははっきりとイエス・キリストは全ての罪から私たちを清めることができるんだとはっきり宣言するわけですね。 神様は私たちが罪から離れて生きるということを願っておられるお方ですそして私たちが罪から離れて実際に罪から離れて生きることができるようにイエス・キリストを与えてくださったそういうお方ですねそれがここでのヨハネのメッセージになっていますこのことから一つのことを目想,想したいと思います それは私たちはもっとととと清いい生きき方をすするるここができるということでう、ね、グノーシス的な考え方というのは知らないうちに私たちのうちにも入り込んでいるものであるということをとても感じます。つまり私たちは地上にいる間は「清くなることはできない」「ちょっとぐらいの罪は仕方ないんだ」 あそういう罪と一緒に生きていくのが人間なんだと思ってしまっているその罪から離れて生きることを諦めてしまっているそういう思いが私たちのうちのどこかにあったりするものですねそうやって私たちは安心したいと思うのだろうと思います。 けれどもそれは福音が指し示している生き方ともまたこのヨハネが今このところで語っている主張していることとも明確に異なっています。あくまで私たちが神様が私たちに願っておられるのは私たちが罪を犯さないで生きることなんだということ。 この宣言を私たちはしっかりと受け取らなければならないですしそのために神様が与えてくださったイエス・キリストというお方を私たちは真実に向き合っていかなければならないこのお方によって罪から離れた生き方をすることができるんだと私たちは信じて一歩一歩を神様と共にイエス様の恵みのうちに歩んでいくものでありたいと思います。 今日お読みした箇所は一年の最初の日である今日という日に開くには本当にふさわしい箇所だったなと心から思います私たちはこの一年神様の光の中を歩むということを大きな目標にしながら歩んでいきたいと思いますそのために大切なことは私たちが罪を犯さないで生きていく まそういう生き方を心から願って神様の前を歩んでいくということですねそういう歩みをいただくことができるように神様に祈り求めていくということですもちろん私たちは全く罪を犯さなくなる完全無欠の人間になるということができるわけではありません私たちはいつも罪を犯しやすい弱さを身に帯びて生きています けれども同時に私たちの人生というのは一瞬一瞬瞬の積み重ねでもあります。私たちが罪を犯さないで歩むということを心から神様の前で祈り願い求めながらその神様のお言葉によって一歩一歩を歩んでいくその一瞬一瞬を積み重ねていくそのことによって神様が私たちの生き方を導いて作り上げていてくださる。 そのことを信じたいと思いますそして私たちが罪から離れた生き方をするそのためにもう一つ大切なことそれは自分の心を神様の光の中に今さらけ出すそういう習慣を持つということですねすなわち神様の御言葉によって自分自身の心を点検するそういう習慣を持つということです また罪を犯してしまった時に率直に神様の前に進み出て悔い改めるまたイエスキリストが私たちを全ての罪から清めてくださるんだと信じて信仰によって一歩新しい一歩そこから悔い改めの中で踏み出していくということですね。この一年を通して私たちは あ罪から離れた生き方をすることができるようにいつも神様の言葉とまたイエス・キリストご自身によって神様の光の中を歩んでいくそういうものでありたいと思いますお祈りをいたしましょう神様私たちは弱いものです罪を犯してしまいやすいそういう弱さを持っていますその私たちのために 私たちが罪から離れて生きることができるようにイエス・キリストを与えてくださいましたこのイエス・キリストによってまた神様あなたのお言葉によっていつもあなたの前を歩むことができる神様あなたの光の中を歩むことができる私たちの歩みこの一年の歩みとならせてくださいイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたしますあめン。